down to first pitch here in the Bronx. The Blue Jays and Yankees. はい、皆さんこんにちは、ワンダミングルシです。今回、お届けしていくのが、MLB The Show 2015の田中将大登板戦、トロントブルージェイズ戦ですね、お届けをしていきたいと思います。でこれは実際にですね、8月の9日、現地時間ですね、田中将大が登板した試合と同じスタメンメンバーで、プレーの方をしていきたいと思います。それでは早速プレーの方をしていきましょう。はい、まずは田中将大のピッチング練習からですね、見ていきたいと思います。で、簡単にですね、投球練習をしながら操作方法をですね、解説していきたいと思います。まず球種をピッチャーなので選択しますね。田中将大の場合だと5つの球種、×丸、三角、四角、R1 と、この5つの球種の中から、1つの球種を選びます。でさらにですね、この状態で×ボタンを押すと投球モーションに入っていきます。でお気づきかもしれませんが、キャッチャーの上にですね、ゲージが出てきていると思います。で投球モーションに入るとこのゲージがぐーっと伸びていくんですね。で赤いギリギリの際で、1回×ボタンを押して戻ってくるところ、黄色い線が途中で出てきたと思うんですが、そこでもう一度×ボタンを押すという2段操作になっています。で赤いキワキワで、ゲージを1回×ボタンで止めると球威がで、戻ってくる黄色い線上でボタンを止めるとコントロールがそれぞれ、操作の対象になっています。であとですね、この MLB The Show 2015の面白いところとして、普通のね、野球ゲームだとピッチャーのスタミナあると思うんですが、逆にこの MLB The Show 2015ではスタミナももちろんあるんですが、ピッチャーのですね、肩の温まり具合っていうのがありまして、肩が温まってくるとこの黄色い線の幅が太くなるというのがありますので、この投球練習も非常に重要な要素になっています。それではまず1球目ですね、スライダーから入っていきたいと思います。1球目はスライダーがストライク。でマッキャンが高めのストレートを要求していますが、ちょっと高めが怖いんでボール気味に投げていきたいと思います。で続いてマッキャンの要求はシンカー。今日のスタメンマスクはマッキャンがかぶってます。このシンカーで空振りを取りまして、ワンボール2ストライクと追い込みました。最後の1球になるか、スライダーで空振りを狙っていきたいと思います。これはレフトが落下点に入りますというところですね。ワンアウト。さあ2番はドナルドソンですね。ここまでホームラン29本、強打の2番バッターというところですかね。まずは初球はストレートから入っていきましょう。初球のストレート内角低め、これはファールボールです。続いて同じく低め、今度は外角に曲がるスライダー。これはちょっと真ん中に入ってしまいましたがファールボールですね。2球で追い込みましたので伝家の宝刀スプリット、これで3球勝負に行きたいと思います。これもファールボールですね。マッキャンの要求はスライダーを要求してきてます。要求通りスライダーを投げていきましょう。最後は空振り三振です。強打の2番バッタードナルドソンでしたが、ここは空振り三振。そして3番バティスタですね。バティスタもホームランここまで25本。
一発を持つバッターが続きますね。でキャッチャー構える通りに基本的には投げていきたいと思うんですが、高めはねボール球で外していくっていうようなことをしていきたいと思います。I think you have to be a little careful, but yeah, I don't think you can just give up on it. And he'll lay the fastball in here to get the count back to 2-1. And the pitch. 続いてはスプリット。投げていきましょう。ちょっと真ん中に入っていきましたが、これは見逃し。これで 2-2 です。That was right on a platter for him.球威コントロール、少なくとも球威だけはね間違えないようにしっかり、赤いゲージのキワキワで止めていきましょう。これはファールボールですね。2-2から勝負球。どうした、これは今キャッチャーが取るかピッチャーが取るかというところでちょっと迷いが出ましたね。当たり損ないなんですが、逆に、これが内野安打になってます。そして4番ナバロですね。であとですね、こういう今ランナーがちょうど出てるんですが、ランナーが出るとですね、ゲージの進みがご覧の通りすごく速くなりますので、やっぱりねランナーは出さないように気をつけていく必要があります。一塁ランナー足はなさそうなので盗塁はないかなというところですね。一応警戒はしておきましょう。このスライダーが外れて 2-2 ですね。最後は高め、ストレートで空振り三振で、さあヤンキースの攻撃に入っていきますが、ここはですね田中将大の次のイニングのピッチングまで飛ばしていきましょう。さあ2回の表田中将大のピッチングを見ていきます。まずは外角にストレートから、これはいいところに決まりました。外角のストレート。続いて、カットボールですね、内角に一転して投げていきたいと思います。このカットボールはボール、審判の手が上がってもおかしくないかなというところでしたが、判定はボール。でこの MLB ザショー2015、審判結構誤審をします。で誤審をした時はですね、チャレンジ、ビデオ判定ですね、ビデオ判定を要求してチャレンジを行うことができますので、そういう場面がねもし出てくるようであればチャレンジも要求していきましょう。さあここで、6番バッタージャスティン・スモークですね。まずは低めのストレート、これはボール。このスライダーはキレがありましたね。外角低めに落ちるスライダー。続いてもおっと、これは当たったが、これはどうかな、間に合わないね。ピッチャー強襲の当たりですね。さあ田中大丈夫でしょうか。大丈夫そうですね。そしてゴインズですね。ホームランここまで3本です。一塁ランナー足はなさそうなのでバッター勝負でいきましょう。
できればゲッツーが欲しい場面ですね。ちょっとカットボールでゴロを打たせたい場面です。2球カットボールを続けましたが外れて今ワンボール2ストライクからちょっと連携がうまくいきませんでしたね。ショートゴロに打ち取ったんですがゲッツーとはいかず一塁ランナーが残ってます。ケヴィン・ポラーWe'll get his first cuts here with two gone now and a runner at first. And he starts the number 8 hitter with a strike, nothing in one. Pause, now the pitch. Ball. 続いては外角高めボールになってもいいストレート。Already becoming a factor. He's at 34 now. Still not out of the second inning. このスライダー当ててきましたね。ファールボールになってワンボール、ツーストライクからの第4球目。これは一塁正面の当たり、そのままキャンパスに入ってスリーアウトです。さあまたハーフイニング飛ばして、田中の3回の表のピッチング見ていきたいと思います。初球はスライダーから入っていきましょう。真ん中高め、ちょっと甘いボールでしたが見逃してくれました。ワンバグ、ごめんなさい、ワンストライクですね。このカットボールは外角に外れてワンボールワンストライクからの第3球目、もう1球カットボールですね。これはいいところに決まって空振り。続いてはスプリットです。このスプリットは完全なボール球、2&2になりました。Here's the 2-2 offering. 平行カウントからの第5球目。Goes the other way with it as this is in the air down the line in left. これはレフトが落下点に入っています。ワンアウト。Troy Tulowitzki get a second crack at it here. トロウィスキーですね。2割9分2厘。Now here's the first pitch. 初球はスライダーから入っていきます。いいところに決まりましたね。右バッターの膝元に落ちるスライダー。今度は一点外角ボールになるスライダー投げていきましょう。ちょっと内角に入りましたが、内側に入りましたが、それでもいいところに決まりますね。今度こそボール球でスライダー投げていきましょう。そしたらビシッと内角にストレート。これで2アウト。そして、今度は2番強打のドナルドソンです。これはファールですね。このカットボールがファールになって3球で、あ、ごめんなさい、2球で追い込みましたね。三振が欲しい場面。このスプリットが当てられました。さあ第4球目、ツーストライクと追い込んでの第4球目はスライダー、空振り三振。ホームハーフのスリーコミングアップ、ノースコア。
Stephen Drew makes his way to the plate to get us started here in the bottom of inning number three. さあ依然0対0の均衡のまま4回の表です。田中将大を見ていきましょう。Leading off for Toronto, right fielder Jose Bautista. Jose Bautista is in to start things off here as he looks at a この回は3番4番5番のクリーンナップを迎える田中です。まずはバーディースターですね。このボールで空振りが取れたのは大きいです。2ストライクと追い込んでの第4球目。このファーストボールストレートですね。これはファールで第5球目です。このスライダーが空振り三振、2者連続三振に切って取ってます。ここまで球数54球の田中。今ちょっと見てもらったら分かると思うんですが、投球モーションですね。黄色い線が太くなってると思います。これが肩が温まってきた、一つバロメーターですね。これはショート正面の当たり、これで2アウトと。そして6番バッターのコラベロを迎えます。球数ここまで56球の田中。これはちょっとボール球ですね。第2球はスライダー、これは空振りですね。ちょっとボール気味のボールでしたが空振りが取れてます。ワンボールワンストライクの第3球目、このストレートもいい場所に決まりました。さあ平行カウントになりましたが、球数60球を超えた田中はシンカーを投げていったんですがファールボールですね。最後はスプリットで空振り三振です。1-2-3 go the Blue Jays onto the bottom of the fourth now.ここまで、ちょっと当たり損ないのヒット2本ありますが順調に来てますね。そしてヤンキースが1点先制をしてくれています。この1点差を守っていきましょう。このストレートはいいところに決まりました。ちょっとなかなか打てないところじゃないかなと思いますね。あそこはこのストレートもいいところですね。マキアの勇気はストレートですが、ここはスプリット、落ちるボールを選択しましたが、これもファールボール。このストレートも当ててきますね。粘りますね。このスプリットも当ててきます。このカットボールも当ててくる。どの球種で勝負するかですね。Now here it comes. ツーストライク取って追い込んでから全球勝負に行ったんですが、最後はスライダーファールチップの当たりですが、そのままキャッチャーマッキャンのミットに収まってます。ちなみにですね、左上にスコアとかいろいろ出てると思うので、その見方をね、ちょっとこの時間を利用してご説明させていただきたいと思います。
まず TORNYY、これはトロントとニューヨークですね。それぞれのトロントブルージェイズとニューヨークヤンキースを示しています。その横01って入ってると思うんですが、これがヤンキースが1点取ってますよということですね。でさらにその横5で、上三角が出てると思うんですが、これが5回の表ということです。さらにその横ですが、ダイヤモンドと赤い丸が1個出てますね、今その下に。これがですね、ランナーなしでワンアウトですよということです。今レフトフライに打ち取りましたので、2アウトになって丸が2個になってますね。でさらにその横ですね、00って入ってると思うんですが、これがストライクのカウントですね、ボールカウントです。今1球投げてボールになりましたので、ワンボールでストライクがないのでゼロって入ってます。でその下にですね、ピッチズって出てると思うんですが、これが田中将大の現在の投球数になります。75球を投げてますということですね。これで76になったはずです。さあ、バッター勝負の方に戻っていきましょう。これで3ボールとなってしまったので、ちょっとね甘いところになるかもしれませんが、ストレートストライクを取りに行きたいと思います。3ボール1ストライクからの第5球目、スライダーですね。ちょっと甘いところに行きましたが、スライダー。このスプリットがファルボール、依然フルカウントです。球数80球とちょっと今日は多めの田中です。最後はストレートで空振り三振、あごめんなさい、見逃し三振です。もうちょっと追加点、援護点が欲しいところですが、早速1点取ってくれましたね。その後さらに追加点を挙げて、4点リードです。球数80球超えてますので、もしかしたらこの6回の表が最後のイニングになるかもしれません、田中です。いいスイングでしたが、ファールボールになったようです。カウント1&1。このスライダーがボールになりました。2ボール1ストライクの第4球目、スプリットを投げていきましょう。バッター何を狙っているか、どうしたこれもちょっと守備のミスが出ましたね。ショートがちょっと突っ込めなかったですね、すいません。さあこれでノーアウトランナー一塁、そして一塁ランナーは足もありますね。どうしても速いボールで勝負せざるを得なくなりますね。牽制を入れておきます。Nobody out, runner on first. A late swing here as this is hit hard to the right side. There's one.投げられませんでしたね。ゲッツーかという当たりでしたが、一塁には投げられるずというところですね。まあ一番バッター足早いですからね。そして今日ここまで、2三振に仕留めているドナルドさんです。また同じような当たり、これは一塁投げられるか、投げられましたがセーフですね。もしかしたら今の当たりだと一塁ベース踏んでから二塁送球でもタッチアウトになったかもしれませんね。さあドナルドソンも足はそんなにないんですが、一応警戒だけはしておきたいと思います。取った。取れなかったですね。取ったかなというところでしたけど。
これはライト一歩も動かず落下点ですね。この回ノーアウトからランナー背負った田中ですが0点で抑えています。さあ球数91球の田中ですがこの回もマウンド上がっています。7回の表初球カットボールからですね。これはファールボールです。ワンエンドワン。これは内角厳しいところにスプリットが決まってますね。そしたら今度は外角低め勝負に行くストレート。これはファールボール。第4球目最後はスライダーで空振り三振です。ここまで田中はなんかヒットらしいヒットっていうのはないですね。3安打打たれてますが、まあ、当たり損ないの当たりですね。危ない当たり厳しい当たりっていうのは今のところありません。ちょっと球数が多いのがね、変なランナーの出し方をしたり、あとはちょっとボールのキレがいまいちなのかファールで粘られたりというのがあるので球数はねちょっと多めになってますが、内容は決して悪くないかなと思いますね。さあ100球目になります。ここは空振り選手。さあ次はスモークです。7番バッターですね、このスプリットはどうだろう。ストライクって言ってほしいようなボールでしたがボールです。これ当たりがいいけど大丈夫か、追いつくね。よしよしよし、ヒヤッとする当たりでしたが、今のレフトフライに打ち取っています。田中将大です。お、球数100球超えてますけど田中8回の表もマウンドに立ってますね。これは完封を意識したそんなピッチングを見せていきたいと思います。できるだけ、球数を少なくしてストライクゾーンで勝負していきましょう。今の進化はちょっとね、大きく外れたように見えますが空振りです。これはスタンドに入るね。このスライダーいいところに行きましたがバットに当てられています。これは完全なボール球ですね。2円2平行カウントから田中ストレートを投げてきます。取れないか、ショート飛びつきましたがセンター前ヒット。これでワンアウト、ごめんなさいノーアウトランナー一塁ですね。一塁ランナー走るってことはなさそうです。ここはライト前ヒット、ノーアウトランナー二塁一塁となりました。田中まだマウンドにいます。やっぱりランナーが出るとねゲージが速くなるので球威コントロールともにちょっと乱れがちになりますね。これはファールですね。ちょっとヒヤッとするあたりでしたがファールボール。
さあフルカウントになりました。わあ、これは暴投ですね。エラーが出ました。ちょっとピッチャー強襲の当たりで田中のグラブを弾いたんですが、その後すぐ拾ってセカンドに投げたんですが、これが暴投になってます。ちょっと焦ったかなというところですね。1点を失ってなおノーアウトランナー2塁1塁、また田中マウンド上にいます。ここもヒットになってますね。二塁ランナー帰ってきて2点目を失っています。田中ちょっとね、次、打ち取れないようであれば田中マウンドを降りるかなというところですね。ここも守備の乱れが出ています。ちょっと田中将大、ここまでかなというところですね。なんとかこの回投げ切ってもらいたいです。これはファーストフライに打ち取っています。これは一塁に投げられずというところですね。さあ、田中どうなるかというところですが、おそらくマウンドを降りていると思います。そうですね、マウンド降りていますね。このまま、最後までゲームの方を進めていきましょう。ということで田中将大、8回の表3失点失いましたが、見事勝ち投手になっています。8回を投げて3失点ですね。まあ上々ですが、まあ、最後8回、少しね心配な感じになりましたが、なんとか勝ち投手の権利を得ました。で、実際この田中将大リアルな MLB でどうだったか、まあ、残念ながらですね2失点で、負け投手になってるんですが、まあ、2失点で、まあ、すごくね、好投したというふうに、思います。次回MLB の田中に期待したいと思います。田中頑張れ。ということで、今回はここまでにしたいと思います。最後までご視聴いただいた方、本当にありがとうございます。また次回もよろしくお願いします。